皆さん、完全にヤバいです。あの最強の恐竜のインドミナスレックスが私の部屋に入ってきました。そして思いっきり攻撃されて片方の目を負傷してしまいました。それに手も今ちょっとここパックリ切れてるんですけども、めちゃめちゃ強い恐竜でございます。もうこのままじゃ私マジでヤバいので、病院に。やばい、また来た、また攻撃されますよ、最強の恐竜に。シュンズ TV です。過去の動画見てくれた人わかると思うんですけども、シュンズ TV の部屋にティラノサウルスやモササウルスなどのかなりいっぱい恐竜がいます。そして今現在インドミナスレックスという最強のハイブリッド恐竜が私の部屋に向かっている最中でございます。今現在はいないと思うんですけども、とりあえず隣の部屋のトイストーリールームに入っていきたいと思います。チャンネル登録したやつは我々の仲間だ。さて、トイストーリールームの前まで来ましたよ。緊張するな。よいしょと。おもちゃの皆さん、おはよう。ちょっと待ってくださいよ。恐竜たちがこっちを向いています。そしておもちゃたちが一箇所に固まっていますけども、これってついに今日は我々の部屋にインドミナスレックスが来る。みんなで警戒している神様。あ、シュンさん、ハモンドさんも言ってたけど、本当に最強の恐竜みたいだから今みんなで待ち構えてるんだよ。はっは、ティア、見張りの天才のお猿とバズとトゥイッチが外の様子を見てくれているぜ。 Yes, we Canada。 そうか、ハモンドさん、そんなに最強の恐竜が今からこの部屋に来るんですね。いや、それにしても見張りがいてくれてよかったですよ。窓の外を見てくれています。最強のインドミナスレックスでございますからね。それにこの恐竜たちは子供を守るために必死でございますね。今現在子供たちはこの裏に隠されているわけでございますけども、うわ、いつ襲ってくるのかわからないから怖いですよね。どれだけ最強の恐竜が来るんでしょうね。ロッツォの仕業でございますよ。インドミナスレックスがシュンズ TV の部屋に来るように仕向けたわけですからね。それにやばい、見張りの天才のお猿が外で何かを見つけたみたいです。このままじゃマジで。ママ、やあ、こんにちは。何をしているのかね。私のスクリーンロケーションで確認したところ、ようやくシュンズ TV の家までインドミナスレックスがたどり着いたみたいだぞ。これでシュンズ TV もおしまいだ。ロッツォチームの諸君、お祝いのパーティーをしようではないか。ロッツォ、マジかよ。じゃあやっぱりインドミナスレックスがこの部屋まで来るんですね。まあでも今現在玄関の鍵は閉まっていますので、入ってくることはあります。ちょっと待ってくださいよ。玄関の鍵をぶっ壊す音が聞こえてきましたよ。もしかしてここまで足音、恐竜の足音ですよ。やばい、これは本当にもう避難するしかないですね。危なくしてね。おもちゃの皆さん、ついに来ましたよ。ついに見張りの天才のお猿も気づいてくれていましたし、ロッツォからのスクリーンロケーションが来ましたよ。やばいです。どれだけ最強の恐竜なんでしょうかね。ああ、そうだ、こっちには強いティラノサウルスがいるからきっと大丈夫でございますよね。うわ、ティラノサウルスもやる気満々でございますけども、でもですね、そんだけ強い恐竜が今現在はもうすぐそこまで迫ってきているかもしれません。開けてみましょうか。開けてドアをぶち壊して入れるぐらい最強の恐竜でございます。これがインドミナスレックス、すごく強そうじゃないですか。わ、ちょっと待ってくださいよ。完全に戦闘モードになっていますけども、あの敵のもうこんなところまで入ってきました。それにでかすぎませんか、このインドミナスレックスっていうやつ。やばいです。ちょっと待って、後ろに子供もいますよ。インドミナスレックスのやばいハイブリッドの恐竜は子供も産んだんですね、きっと。その子供も最強ですから、やばいですよ皆さん。
ままじゃ、このままじゃ。やばいです皆さん、ついに恐竜たちの戦いが始まりますよ。あの一体だけですけども、インドミナスレックスをこの大量の恐竜たちで勝てるんですかね。でもたくさん恐竜がいるわけですから、きっとこっちの方が強いです。やばいです。ちょっと戦いになりましたけども、圧倒的に強すぎるインドミナスレックスがどんどんいろんな恐竜が倒されていきますよ。やばいです。強すぎる。圧倒的な強さでこんだけたくさんの恐竜を倒してしまいましたよ。それに食べられちゃう。やばい。おう、ベビーブルーはですね、このインドミナスレックスの子供に近づいていますけども、危ないよ。インドミナスレックスは子供だって強いわけですからね。それに。わ、ちょっと待ってください。さっきまで裏に隠れてたモササウルスとかティラノサウルスの子供たちまで戦いに参加しましたよ。そうか、自分のお父さんやお母さんがやられているから。うわ、もうここには誰もいません。全員参加で戦っていますよ。このままじゃマジでやばいです。ちょっと私もちょっと助けたいなと思うんですけども、このインドミナスレックスがちょっと強すぎてですね、触っちゃって大丈夫かな。ちょっと恐竜さんを食べないようにしてあげてくださいよ。なんとか大丈夫。ああ、ちょっと待って、痛い、噛まれた。痛い。やばいです。インドミナスレックスが私にも襲いかかってきましたよ。めちゃくちゃ強い。一撃でクソ、かなりやられてしまいましたけども、私はもうこれ何針も縫う大怪我でございますよ。それはそうですよね。恐竜にこんな風に噛まれたらもうマジで終わりです。やばい。他の恐竜たちももうどんどんやられてきています。このままじゃ勝ち目がない。ちょっと待ってください。ベビーブルーがなんか呼んでいますけども。ちょっと待ってください。激しい戦いの中、ベビーブルーが何か叫んでいましたけども、一体どうしたんですか？ティア、どうやらこのインドミナスレックスの子供は足を怪我しているみたいだ。Yes, we can だ。そうなんですか？足を怪我している。もしかして、このお母さんはきっとそれを自分の子供を守ろうとして必死に戦っていたんじゃないですか。弱肉強食の世界で自分の子供が倒されてほしくないから。それにモササウルスの子供とかティラノサウルスの子供には一切攻撃していませんけども。インドミナスレックスは言ってますよ。自分の子供を守るためにやられる前に先にやるんだとね。そうか。じゃあみんな自分の子供を守るために必死で戦っていただけだったんですね。そうだ。ドクターステンチ、このインドミナスレックスの足はどうですか？なんと。これだったら1日で治るぞ。包帯を巻いて安静にしていれば大丈夫だ。私が今から包帯を巻いてあげるから安心しなさい。よかった。1日で治るって。それにドクターステンチ、私は指をですね、攻撃されたり顔を攻撃されてしまったんですけども、これはもう何針も縫う大怪我でございますよね。シュンさん、近くでもうちょっと見せてください。なるほど、確かに出血はしていますが、これはかすり傷程度。消毒してガーゼを巻いておけばすぐに治る。安心しなさい。よかった。ドクターステンチーのおかげでございますよ。それに先ほどあのインドミナスレックスの子供に包帯を巻いてあげていましたけども、ちょっと待ってください。インドミナスレックスの様子がおかしいですよ。ちょっと待って。先ほどまで争っていましたけども、インドミナスレックスが急に子供の元に駆け寄りましたよ。一体なんて言っているんですか。何でも知っているスマイリーロックさん。このインドミナスレックスは自分の子供を手当てしてくれてありがとうと言っていますよ。よかった。すごく感謝をしてくれているんですね。それにティラノサウルスやモササウルスも自分の子供を守るために必死でございましたけども、一体なんて言っているんですか。どうやら新しく作られたばかりのインドミナスレックスは自分の子供が誰かに食べられると思って必死に戦っていたんじゃな。でもティラノサウルスやモササウルスは言ってます。ジュラシックパークにいる以上、係員が
餌をくれるから他の恐竜を攻撃しなくても心配ないとね。そうだったんだ。確かにジュラシックパークの恐竜たちは餌をもらっているからわざわざ誰かを攻撃する必要なかったんですよ。インドミナスレックスは分かってくれたかな。インドミナスレックスは言ってます。もう誰も攻撃しない。みんなでジュラシックパークに戻ろうとね。よかった。そうか。子供を守るために必死に戦っていただけで本当はみんなと仲良くしたかったんですね。みんなでジュラシックパークに戻っていつも通りの楽しい恐竜の生活が待っているわけですね。皆さん本当に良かったですよ。恐竜たちが仲良くなってくれました。そしてまたジュラシックパークに帰ると言っていたんですけども、こうやってシュンズ TV の部屋にまた遊びに来てほしいですね。そして親子の愛は人間もおもちゃもそして恐竜たちもみんな一緒なんですね。それでは皆さんまたお会いしましょう。さようなら。そして今回ジュラシックパークを記念しまして、なんとここにいる恐竜すべてを抽選で1名様にプレゼントしたいと思います。応募方法は下のツイッターのフォローとリツイートでございます。どしどしご応募お待ちしております。みんなのこと僕大好きだよ。恐竜に憧れてるんだよ。まあ僕も恐竜なんだけどさ、みんなジュラシックパークに帰ってもまた遊びに来てね。僕との約束。